リゼウィチ公式放送ゲーム最新情報&アニメサードシーズン情報おさらいスペシャル。はい、どうも皆さんこんばんは。本日は新作公式スマホゲームリゼロから始める異世界生活ウィッチズリザレクションの最新情報と大人気小説リゼロから始める異世界生活の最新テレビアニメサードシーズンの情報をおさらいする特別番組をお届けしてまいりたいと思います。改めまして今回進行を務めます夏木すばり役の小林雄介です。本日よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。さあそしてサードシーズン楽しみだね。ベアトリス役ちゃんと言うよ。ベアトリス役の新井さとみです。よろしくお願いします。お願いします。はいはい、かわいいかわいい。ありがとうありがとう。はい、そして、はい、はい、こんばんは、アナスタシア方針役上田香菜です。今日はカララギ風で来ました。よろしくお願いします。よろしくお願いします。さとみちゃんね、あと自己紹介しづらいんだけど。なんでよ。いやもう長い付き合いじゃないから大丈夫だよ。もう大先輩2人なんで、俺いつもよりも肩に力入ってます。いや本当だよ。なんかちゃんとしてると思って。いつもちゃんとしてるよ。いつもちゃんとしてます。ということで本日はねこの3人でよろしくお願いします。いや夏ですね。ねえ暑い。すごい暑い。でもジャージだね。暑い。そうそう、ジャージ意外と夏暑くて。確かにね、よく乾くんだけどね。いやそうなんですよ。いやでもこの夏に入ってリゼロの稼働もどんどん増えてきた感じがしますね。おすごいよ。すごいよね。すごいです、まあ、6月にはこのリゼウィチの生放送もありましたし、うんうん、そして7月入ったらちょっと私事ですからアメリカの方で。あー見た。すごかったね。めっちゃ楽しかったです。いやー羨ましい、ね、どうだった反響は。反響やばいです本当に。もうなんか当初3000人ぐらいしか入る予定がなかったのが、うんうん、急遽4000人だから4500人ぐらいまで拡張して、そこでもう90分丸々1話分を上映して、キャラクターが出てくるたんびにうふー、うわー、そうなんですよ。でもそのキャラクターがいっぱい出る中で、誰の時が一番歓声でかかったと思います。ミリアタンで、ミリアタンかな。なんとビルヘルム。ビルヘルム。ビルヘルムが出てきた瞬間にもううわーってもう男子たちがもうすごい湧いてて、ダンディーなおじさまがすごい好きなのかな皆さん。あーなるほど。そうっていうのがあって、なんかそこら辺の文化の違いというかがあってすごい面白かった。わあ、おじさまなんだ。そうなんですよ。いいね。だからもうね、なんだろう、こっち日本で先行上映会するときとかももっとあんぐらい盛り上がってなんか見てくれたらすごい楽しいだろうなっていう。わあ、そうなんだ。ところ変わればだね。そうなんですよ。まあそれが7月の頭にありまして、そして7月の20日には初めてのコンサートが。わあ、そうだった。どうだった。ドレス素敵だった。そうね、いいよね。もうさすがにジャージはあれだったんで、ちゃんと鉛筆着て。そうか。そうなんです。そうかそうかそうか。で生朗読させていただいて、うん、あとあの生ライブもあったりして、うん、いやなんか本当になんか名シーンというか、もう1話からセカンドシーズンまでザーッと流しつつ生オーケストラだったんで、うん、めちゃくちゃ感動してなんか泣きすぎて3回ぐらい泣いちゃうよ。泣いちゃうんですよ。かわいいね。いやいや、もうね、音楽の力は偉大だなっていうのをすごい感じつつ、はいよ、はい、そしてですね、まあ、いよいよ今日は10月にスタートするテレビアニメと、そしてリリース直前の新作ゲームリゼウィチの最新情報をたっぷりとお届けしていければと思います、うんうん、はい。今回ですね、放送のハッシュタグリゼウィチ公式放送とご用意しておりますので、皆さんぜひ番組へのコメントなどいただければと思います。お願いします。そして今回の番組放送を記念して、我々3人のサイン色紙が抽選で1名様に当たるキャンペーンも実施が決定しております。リゼウィチ公式 X をフォローの上、今表示されているハッシュタグリゼウィチ公式放送をつけて番組の感想をポストすると応募できると思いますので、ぜひとし、どしどしご応募ください。どこだどこなんだ、どこだ、ここだ、ここだ、ここだ。そうだね、そうしよう。はい、ということで改めまして本日のラインナップをご紹介していきたいと思います。こちらです。
おはい、最新アニメ情報、そしてゲーム情報、そして最後には報酬チャレンジなるものもご用意しております。うもう今日はね、ゲストお二人と楽しく何お届けしていきたいと思います。含みがあるな、マンドはどうぞよろしくお願いいたします。それでは早速参りましょう。最初のコーナーはこちら、最新アニメ情報。さあ、10月からスタートするテレビアニメサードシーズンの情報や関連情報をお届けしていきたいと思います。はい、まずはこちらをご覧ください。はい、そこまで。皆さんが静かになるまで35秒かかりました。でも静かになってくれてありがとう。ごめんね。私は魔女教滞在司教フンド担当、シリウス・ロマネ・コンティと申します。新章開幕。ゼロから始める異世界生活サードシーズン、10月放送開始。初回は90分拡大スペシャル、全国劇場にて先行上映決定。いや、素晴らしい。ということで、テレビアニメリゼロから始める異世界生活サードシーズンの放送が10月からスタートします。第1話劇場型悪意は通常放送の4話分に相当する初回90分スペシャルにて放送予定です。はい、すごかった。そうなんですよ、もう応戦候補者たち勢ぞろいで、ね、過去最大人数、過去最大規模の戦い、もう今回はバトルが、メインとなってますので、もうアフレコも始まってますが、そうなんです。そうなんですよ。もうなんか毎話す熱くなる。もうなんかやっぱ今まではスバルがすごい中心になって、なんかどんどん進めていくっていうのがあったんですけど、やっぱもう今回それぞれの陣営にスポットが当たって、なんかもうそれこそアナスタシアがメインの回もあれば、ユリウスがメインの回もあれば、もう毎回毎回主人公が変わるみたいな感じ。すごいですよ。新しい仲間も増えてね、さらに賑やかになりましたね。そうなんです、まあ、そしてね、スバルも、まあ、ベアトリスと契約を交わして、もう戦闘のお荷物じゃなくなります。そうよ、そうここのチーム、そうそう、まあ、全部ベア子がやってくれるんですけど。いやマルさん頑張ってますよ。エミリア陣営がもう、もう一致団結したところからスタートしてるんで。そうなのよね。だからアフレコの空気とかもすごい和やかで、あのなんかアフレコのエピソード何かあればって言われたんですけど、毎回みっこさんが、ね、差し入れをね。いや、そうなの。そうなんですよ。おせんべい。そうそう、ゆうちゃんこれおせんべいっつってる。でもそのせんべいがマジでうまいっすよ、本当に。どれにしようかなって。そんないっぱいせんべいある。ゆうすけはどれが好きかな。これかな、こっちもいいとか思いながらせんべいを選んでいる。そうなんです、うん、ちょっと次のせんべいもまた期待したい。本当におせんべいなんだ。おせんべいなの。どうですか、でも久々にアフレ、セカンドシーズンは、アナスタシア、そうなの、なかったですよね。セカンドシ
シーズンはアナスタシア J はユリウスは出てたのかな、ちょこっと。いや、ユリウスも出てた。ユリウスも出てなかったんだ。ユリア GA しか出てなかった。そんしないけど、ね、そうだから久しぶりに現場でみんなにやってやっぱり嬉しかったですね。あ、まあ、仲間が増えたのももちろんだけど、うん、一緒に撮る、まあ、アナスタシア陣営は結構一緒にアナスタシア陣営で撮ったりしてたから、はい、もうミミの可愛さがもう相変わらずたまらんわって。ミミは今回、うん、いいよね、めちゃめちゃいいっすね。もうぜひぜひこちら楽しみにしていただきつつ、うん、そしてね、10月のスタートまで待ちきれないよという方もいると思いますので、そんな方々には朗報でございます、うん、8月30日金曜日より全国の劇場にて2週間限定で第1話の先行上映が実施されます。そして入場者特典情報もおさらいしていきましょう。第1週はキャラクターデザインの佐川遥香さん書き下ろしのイラストミニ色紙がランダムで1枚もらえます。かわいい、もうかわいいね、これね。そうなんです、ランダムでございますから、皆さん最低3回は通ってください。一周週に3回ね。そうです、1周目限定ですから、ね、あ、そっかそっかそっか、もう毎日通わない。そうです、下手すると3回じゃ取れないですからね。そうだね、そうだね。おっとおっと。そして続きましては第2週の特典はこちらになります。スペシャルブックレットということで、原作長月達平先生書き下ろし小説&キャラクター芸案、大塚慎一郎先生書き下ろしイラストも収録。うわ、はい、待望のサードシーズンの開幕をぜひ劇場に足を運んでいただいてお楽しみください。気になる、達平ちゃんまた書き下ろしした。そうなんですよ、本があるたんびに、なんかしょっちゅう書いてるよね。そうなんですよ、書き下ろしね。今回はあ、もうそれこそ結構ね、陣営ごとに書いたりもするので、うんうんうん、誰メインのストーリー、あ、誰の話なんだろう、楽しみ、ね、楽しみにしててください。そしてサードシーズンのスタートまでにこれまでのシーズンを見返していただくのもおすすめです、うん、現在7月1日よりファーストシーズン、セカンドシーズン、そして OVA シリーズを13週にわたり一部再放送&一挙配信するリゼロードショーを実施しております。こちらもぜひお見逃しなく、はい、僕ついこの間メモリースノー見たんですよ。もうなんか幸せすぎて、ほんとメモリースノー以降こういうのねえなって思いながら、スライドしかねえなって思いながら、懐かしいね、あの頃のまだベアコとのちょっときね、そうちょっとまだツンケンしてるような間柄だったりとかはい、あとなんかそれこそね、母様ってあの時すでに言葉を言ってたなだったりとか、まあ、そして最後に雪をパーって降らした時になんか他の陣営たちが一瞬映ったりして、ね、なかなかエモい演出もあって、あれももうだって6年ぐらい前ですか。そんなに前？ OVA は多分6年前ですね。アニメ始まったの何年前？は8年前。うわ、最初うわすごいんだけど。そうなんですよ、もう時の流れは早いですね。じゃあファーストシーズンやってたのも8年とか7年とか前とか、うん、8年前です、そうです、じゃあちょっとおさらいしてほしい。結構応戦メンバー、ね、セカンドシーズン出てなかったから、うん、そうですね、もしかしたら忘れてる人がいるかもしれない。そうですね、まあ、多分今リゼロードショーの方ではセカンドシーズンぐらいに入ってるのかな、なのでぜひ気になる方はね、いろんなサイト配信も行っておりますので、そちらでも、ね、見返しておいていただきたいな、はい、改めて復習よろしくお願いします。そして10月のスタートを前にイベントも盛りだくさんでございます、うん、1個ずつ紹介していきます。まずはこちら、MF 文庫 J 夏の学園祭2024ステージ。こちらは9月1日日曜日15時30分から池袋サンシャインシティ噴水広場にて開催します。私小林雄介と高橋理恵さん、新井さとみさん、岡本信彦さん、そして天崎光平さんが出演いたします。おうん、去年と同じメンバーだ。そうですね、今回は噴水広場もう前後左右もう死角がないですね。そうだね、どこからでも見れるやつだ。そうなんです、なんか久しぶりかも、お客さんの前でっていうの。あ、でも確かにそう、ずっと配信だったから。そうです ね、 はい、しかもお客さんとの距離も結構近いですから、はい。そして、申し訳ないんですが、こちら現地観覧の応募はすで、に締め切っておりますので、ただステージの様子は配信、する予定でございます。そちらでもぜひ皆さん楽しんでください。そしてステージ以外にも現地ではリゼロをはじめとした MF 文庫 J 作品の展示やアトラクションも楽しめるので、ぜひ足をお運びください。
そして続いてはこちら、エミリアの誕生日生活2024。うわ、おめでとう。さあ、9月23日はエミリアの誕生日、それをお祝いするイベントが今年も開催決定です。有楽町マルイにて9月21日土曜日から10月6日日曜日の日程で開催されます。今回の衣装は星がモチーフとなっておりまして、今後は地方での開催も予定しているとのことですので、続報をお楽しみに。毎年ほんとかわいい。そうなんですよ、ほんとかわいいの。去年はなんかスイーツをモチーフかなんかにしてて、はい、一昨年はパジャマパーティーだったから、めっちゃかわいい。毎年ほんとかわいくて、グッズとか超かわいいの。なかなか寒色系のあんなにね、なんかすごい綺麗な青を着てる衣装は本当に初めて見るので、ね、そうなんです、ね、こちらグッズも合わせてぜひね、皆さんお買い求めください。そしてまだまだございます。こちら京マフスペシャルステージ開催決定。こちらは9月21日22日の2日間にかけて開催される京都国際漫画アニメフェア2024、略称京マフ。そんな京マフステージで私小林雄介、岡本信彦さん、そして山根彩さんとのスペシャルステージを行います。日程は9月22日日曜日11時40分となりますので、ぜひお越しください。入場券などの詳しい情報はイベント公式サイトをご確認いただければと思います。わー、いろいろ行くね。すごいよ、ハードね。いやいや、そんな京都ですよ、もう美味しいもの食べに行きますよ、ね、僕たちは今日一番楽しそうな様子を見てきた。お土産、お土産、もちろん。あ、言ったの。もちろん買いますよ。ほんと、休まないね、はい、じゃあ最高のせんべい買っていきますんせんべい、せんべいなんでちょっと甘いものがいい。甘いものがいい、ね、任せてください。ちゃんと時間をとって、いや、もうしっかり選んで。嬉しい、お願いします。はい、ちょっとここら辺に書いておくかな。なんかお願いにメモ、はい、メモ、はい、よろしくお願いします。ということで、ちょっとガーッと紹介してまいりましたので、改めてカレンダーでおさらいしていきたいと思います。こちらです。9月はいろいろと盛りだくさんになっております。何かしらあるんだ ね、 ね、ほんと、ね、うん、全部にゆうすけが出ますんで頑張ります。よろしくお願いします。まだアニメ始まってないのにすごいな。そう、もう助走がすごい。いやはい、楽しみですね。でもこんだけであると、うん、はい、うん、そして最後に書籍の方もご紹介させてください。はい、原作小説リゼロから始める異世界生活は最新38巻まで発売中。さらにコミカライズ第4章聖域と強欲の魔女は月刊コミックアライブにて好評連載中。単行本は9巻まで発売中です。そしてコミカライズ第5章水の都と英雄の歌はウェブコミックアライブプラスにて好評連載中です。はい、一足先に5章のストーリーを見たいという方は漫画でも見ることができます。紹介したアニメの最新情報や関連情報の詳細はリゼロ公式サイトや公式 X のポストからチェックしてください。以上、最新アニメ情報でした。新作ゲーム最新ゲーム情報。こちらは間もなくリリースされるリゼビチの最新情報をお届けしていきたいと思います。リゼビチは大人気小説リゼロから始める異世界生活の刊行10周年記念で制作されたスマートフォン向けゲームです。リゼロに登場するキャラクターとともに広大なフィールドで本格的な RPG 体験が楽しめるゼロから始める異世界 3DRPG。 原作者長月達平先生による監修のもと、サブタイトルウィッチズリザレクションの名の通り魔女の復活をめぐるゲームオリジナルのストーリーが展開。エキドナからさまざまな依頼を受託し、キャラクターを操作してフィールドへ出発。敵とのバトルやアイテムの収集、キャラの育成をしながらフィールドを駆け回ったり、ミッションをこなしたり、あるいはメインストーリーを進めたり、遊び方はプレイヤー次第で自由に広がっていきます。はい、でフィールドを自由に冒険っていう今までにないリゼロのゲームの形、いろいろできるんだね。そうなんです、もう本当に自分がやりたいように、ただ駆け回るもよし、収集するもよし、育てるもよし、うんうん、何もしないで音楽聴くもよし。あ、それもありだわね。そうなんです、ね、さあ、そんなリゼビチの特徴を一つ今日はご紹介したいと思います。はい、
リゼビチはフィールド上にいる日本中のプレイヤーとリアルタイムで一緒に冒険ができるんです。そんなの聞いたことないわい。そう、同じサーバーで遊んでいるプレイヤーやお友達や兄弟と待ち合わせをしたりすることもできると。そしてマルチプレイでのバトルや冒険を楽しめる、はい、一緒にバトルに挑める共闘やチャットやエモートで気軽にコミュニケーションを取ったりもできるんです。おー、え、日本中？そうです、日本中です。大丈夫？大丈夫です。なってリゼロだもん。それを言われたら言い返す言葉がない。リゼロ好きな、ね、プレイヤーももちろんですし、もう本当にいろんな人と一緒に、まあ、バトルもできるしお散歩もできるということですね。そしてそんなリゼビチは現在事前登録受付中。公式 X アカウントのフォローや公式 LINE を友達に追加することで登録完了です。それぞれ登録をしてくれた方には限定 SNS アイコンをプレゼントしていますのでお楽しみに。さらに事前登録者数に応じたゲーム内アイテムプレゼントのキャンペーンもありますよ。スバルやエミリアの着せ替えアイテム猫耳がもらえるようになります。わー、はい、スバルはまあいいや、うん、いや俺もそう思った。スバルは置いといて、うん、はい、エミリアさんのやつ欲しい。超可愛い ね、欲しい。こちらキャンペーンの詳細はリゼビチ公式サイトや公式 X のポストからチェックしてください。よろしくお願いします。お願いします。またリゼビチといえば PV でもおなじみの鈴木好美さんの歌う主題歌リザレクションですが、先日各音楽配信サイトでの配信がスタートいたしました。はい、はい、今回もかっこいい。そしてここでなんと鈴木好美さんからこの番組をご覧の皆様にメッセージが届いております。そちらをご覧ください。どうぞ。小林さん、新井さん、上田さん、そして配信をご覧の皆さん、こんばんは。鈴木好美です。今回主題歌リザレクションを担当させていただきます。とてもとても嬉しいです。今回の楽曲リザレクションはですね、もうレコーディングをしながらちょっと血管を切れるんじゃないかなって思うぐらい、ちょっとドキドキ鼓動が速くなるぐらいすごくハイテンションな楽曲で、すごく戦いにぴったりな楽曲となっております。この楽曲はですね、今回ゲームが一人じゃなくていろんなプレイヤーの方と遊べたりとか、あといろんなキャラクターを自分で操作することができるということで、このゲームと合わせて、君となら何度でもというテーマで楽曲を制作していきました。そんなところも感じていただきながら聴いてもらえると嬉しいなと思います。そしてゲームはですね、今回オリジナルストーリーが何といっても私は楽しみです。アニメでは見られなかったあのキャラクターたちの一面がたくさん見られるんじゃないかなとワクワクしていますし、あとはアニメで見ているとどんなに苦しいシーンが続いても何もできなくて頑張れってこう念を送ることしかできなかったんですよ。なので今回は自分でキャラクターを操作してなるべくみんなをビクトリーな方向に自分の手で導くことができるということで、頑張って私も楽しくプレイしたいなと思っております。ということでゲームとともに新曲リザレクションの方もどうぞよろしくお願いします。鈴木好美でした。はい、ということで鈴木好美さん、素敵なメッセージありがとうございました。改めて主題歌リザレクションは好評配信中です。ぜひ各配信サイトをチェックしてみてください。さあ大変お待たせをいたしました。ここからは実機プレイをしながら基本システムについておさらいしていきたいと思います。待ってたー。ここからは挨拶して、はい、上田さんよろしくお願いします。お願いします。はい、僕は頑張って解説に徹します。触りたいよ ね、 触りたいよ ね、 ね、本当にまだ1回も触ってないですから。あ、羨ましい。そうなの？本当ですよ。いや、ごめん、ちょっと配線が届かなくてね。あ、そうですね、もう座り位置の問題でこればっかりはしょうがない。うわあ、ほんと綺麗だね、はい、なので僕の分もちょっとフィールドを駆け回ってください。はい、存分に。はい、ということで今回はみっこさんがスバルを操作、そして上田さんがエミリアを操作してちょっとねシステムを見ていきたいなと思います。はい、はい、それじゃあ画面の方切り替わりますでしょうか。はい、
はい、こちらは、上田さんの画面を見ていますかなですね、はい、さとみがさとみちゃんがやってるよ、はい、でもこうやって同じフィールドをまず駆け回れるっていうのが特徴ですね。そっか、左で動かして右回してんだね、はい、あ、結構上もあるんだね。クロッ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 ク、あ、待ってかなっちゃ、これはまず何したらいいんだ。あ、この左上のがクエスト、はい、今クエストを受注しておりまして、うん、結界石を3つ、探し出すとクリアとなっております。結界石、はい、どういうも の, ううもの、あ、とりあえずいろいろ歩いて回って、はい、怪しそうなものを調べていきましょう。え、これ水の中行って溺れたりしないよね。入ってみよう。入ってみよう。入れなかった。ダメだ。あ、でもなんか光ってるのがあります。あ、なんかある。魂？魂みたいだね。ぼやぼやして燃えている。あ、これ結界石じゃない？あ、なんと。あ、ほんとだ。イエーイ。1個目ゲット。え、この青いのは何？青いの？はてなはてなはてな。なんか別途にアイテムがあるんですけど。取った。何ですか？お、火の。火の魔石？魔石かな。魔石。何に使うんでしょう？あ、ほんとだ。あ、ここにも青いのあるよ。あ、ほんとだ。まあ、葉っぱに隠れてる。わー、なんか水とかすごい綺麗ですね。なんだ？オーブのかけら？何に使うか。え、結構いろいろあるんだね、アイテムですね。でもなんか、あ、なんかこういう小さな滝好き。お、いいよね、いいよね。マイナスよ。ね、なんかエミリアタンのさ、小走りがめちゃくちゃ可愛いですけど、ね、ちょっとついていっちゃおう。ね、皆さんに見せましょう、小走り。可愛い。あらあら。めちゃ可愛いんですけど。可愛い。わあ、なんか、あ、ちゃんとこうやって走るよね、エミリアタンってね。わあ。お、なんか。なんかすごいでっかい鳥飛んでる。なんだす。え、あれフィールドにいるのみんな敵？多分そうですね。おお、なんだ。多分触れるとバトルになるのかな。どうしよう。ちょっと鳥行きましょうよ。これ鳥どこ右上、あの、これでもあれ勝手に降りてくるのかな。降りてくるのかな。近くに行くと勝手に襲ってくるか、危ないよ、危ないよ。いやしか、うわー、急に入った。ちょっと待って、シカまで来てる。え、シカかどうか分かんないけど。なんか、あ、めっちゃ痛い、痛い、やめて。待って、たくましいな、筋肉隆々じゃね。はっ、きたー。待って、これ自己強化。とりあえず、戦闘がバックから。おーい、あ、やっつけたー。こちらのバトルはですね、ターン制となっておりまして、基本セミオートで進行していきます。そして敵を攻撃するとマナと呼ばれるあの青い玉が溜まっていくので、マナが溜まると画面右下のサポートキャラの力を借りて攻撃や補助ができます。まあ、スキルみたいなことですね。強い。え、じゃあ次、あー、倒されちゃった。あー、いつの間にか終わってたよ。倒しちゃった。おー、素晴らしい。レムが強かったんだ。スバル、うん、あれ今倒したのスバルじゃないか。今ね、うわ、また来た。またいる。ちょっと待って。スバルのいいところも見せてください。あ、いつの間にか絡まれてた。よいしょ。あ、殴った。おお、15。微妙だ。これはちょっとアナスタシアも使いたい。どっちから行ったらいいんだろう。あ、いや、痛い、やめてくださいよ。これは。どっちから行きますか。あ、まあでも一人一体でも大丈夫かもしれない。一人一体で行ってもいいのかな。なんかアナスタシアは単体。あ、ガーピール、たくましい、頼もしい。よしよしよし。キャー、お願いします。あ、お。お、上にターンが出てますね。うんうん、これか、うん。高くつくで。お。お。お。あ、今のデバフ？デバフですか。いたしません。なんだろう。あ、レム。あ、ミス。やばい、じゃあなんか。ダメ。なんかこれやってみよう。ああ、アスバル。あ、そっか、これコストみたいなのがあるのか。3って書いてある。発動しないのはそういうこと？あ、なるほど、多分マナが足りないんですか。動くんじゃないの。あ、この青いのがマナってこと。そうです、これは敵を攻撃すると。あ、なるほどね、はい、あ、今ゲットしましたね。お、はい、マナの使用量と、あと多分クールタイムみたいなのもあるんですかね。あ、そうだね、うん、これでも通常攻撃とだいぶ差があるな。お、やっつけたよ、スバルが。ナイスパンチ、うつり。よしよしよし、
はい、ということで、うん、ちなみに今みたいに敵を倒すと経験値を得ることができるんですが、はいはいはい、ある程度経験値を上げるとレベルが上がるって説明をしたかったのに逃げちゃえ逃げちゃえ同じ敵ばっか、はい、逃げるにあの右上のボタンがあるあれを押すと逃げる逃げるダメだ逃げられない逃げたいネクスト逃げるになってるけどあ本当おシャマーク下げてる下げてる、逃げられてないかもこれ逃げられない、ね、多分スバルは逃げましたえ、嘘スバル横にいるよあれ逃げる逃げるよほらここにいるよヘルプって書いてあるあすまないね逃げようとしたえ逃げたいんだけどえ逃げるこれで逃げれるのかな逃げられるんじゃないここは逃げましょう逃げ出したあ、そういうことかあばよあばよへぇかねちゃんこっちだよ逃げましたね逃げてる逃げてる逃げたおすごいなんうわー、はい、この青いの何、ね、それは何ですかこれこのさなんかこれ何あ、また敵に来ちゃったあ、これ敵のことだよねあーなるほどなんか倒し方のコツみたいのが見れるんですかね、あれなんかあ、なんか書いてあるイベントが始まったあ、いや、来ないで来ないで来ないであーあ、なるほど鳥の魔獣、あ、説明してくれんのはいあ敵によって属性があって、まあ、相性とかあるんでしょうねこれあー、なるほどねで、かんちゃんどこですかはぐれてしまいましたえ、私今なんか物語が痛いいたいたいたかーなじゃーんはーいいたーあーするちなみにちょっと敵から離れていただいてはいはい離れました右上にあれアイコンがないあー出たこれかはいあの顔のアイコンがあると思うんでちょっとそれを押してもらうと、うんはい、メニューが開いて、うん、さっき経験値を一定量貯めるとレベルを上げることができるんですね、はあはあはあ、でレベルが上がるとそのスキルツリーっていうのがあるんですがそこ見てもらっていいですかスキルツリーこれね綺麗なんだはいうわはい、こうやって、まあ、コストを使ってここの解放されたスキルを自分で選択してキャラクターを強化していくことができるんですね、はい、何があるのかな、はい、ちょっと見てみてもらっていいですか、うん、例えば回復力アップ、はい、サポートキャラあこれ多分スキルになるんですあーカードのやつ、はい、あーシブブッああ物理攻撃、うん、そうなんです HP5 魔鋼にあえエミリアでも物理上げるってことができるってことそうなんですちょっとこれがリズビチのちょっと面白いシステムの一つで、はい、今回まあ、自分の好きなメインキャラを選んで、うんうん、そのキャラを好きな方向に育成することができるっていうのが特徴なので、うん、エミリアといえば魔法のイメージ強いですけど、はい、あの筋肉ゴリラにすることもちょっと待ってここゴリラうーんえいドーンみたいなそういうのもできるし、スバルをもしかしたら魔法特化にすることもできるかもしれない、楽しいプレイスタイルに合わせてキャラクターをカスタマイズできるっていうのがすごい大事です、じゃあエミリアの物理上げちゃおう筋肉ゴリラ系ようわ物理上がりましたあら筋肉、パワー。ああ、いいですね。わあ、どこまであるんだろう、これ。はい、レベル。だいぶ先まであるね。これは育成の違いがあるな。ちょっと待ってよ、どこまで。あ、間違えちゃった。間違えちゃった。なんかやっちゃった。すごいね。現段階でレベル3。筋肉ゴリラをどこまで高めていく気なの？待って、50? あ、50までありますね。でもなんかつながりそうな感じも。うん、まあ頑張れば全てを解放することもできると思いますが。もうできるのかな。うわー、パーフェクトエミリアになれる。すごいね、自分で選んでいくんだ、ルートね。こういうの僕優柔不断なんで、すごくいつも迷うんですよね。確かにね、どれが一番戦いやすいかとかあるよね。そうね、ステータスよりもまずはスキルを解放していきます。友達にもやるな。いっぱい一緒に遊ぶ子が回復だったら絶対物理の方がいい。確かに確かに、バランスがあるよね、はい、でも日本中の人と一緒に遊べるって、ね、遊べます、はい、下の方の旗ですかね。あっちかな、うん、あれかもあれかも。どこお、あれ黄色にあります。黄色だったよね、はい、こんな斜め上ぐらいが私は見やすいかもな、視点、うん、おー、またなんかちょっとやばいトカゲみたいな。トカゲちゃん、どこに。あ、いけたっぽい。ミッションクリア、よろしくお願いします。わー、フォローしちゃいました。あ、フォローしまった、しまった。あーっと、はい、ということで、
いいな、なんか見てるだけでもすげえ面白そうだった。楽しい、すごいね、結構マップ。そうですね、いかがですか実際にプレイしてみて。いや面白い、うん、自分でやっぱキャラクターをさ、操作できるのもそうだけど、ね、カードでね、いろんなキャラクターが助けてくれるの面白いかも。うん、いい、確かに、ね、なんか爽快感がありました。ガーフィール、あ、もうガーフィールなられるの気持ちいい。のパンチ最高よ。他のキャラクターのスキルも見てみたいですが、ね、はあ、そんな感じで、もっといろいろやりたいな、はい。まあ、ちなみに今スバルとエミリアでプレイしてもらいましたけど、うん、もちろん他のメインキャラクターも使用することができますので、うん、ぜひ皆さんいろんなキャラクターを楽しんでいただければと思います。はい、私は今スバルでプレイしたんですけど、うん、はい、他のキャラクターもあるようじゃないですか。もちろんですよ、出てる。なんていうか、いわゆるなんていうんですか、課金っていうんですか。あ、ガチャ的な、ガチャ的な、ガチャ的なのでないとダメですか、もらえまい。それが大人の世界ですよ。あー、でもお高いんでしょう。と言いたいところなんですが、実はこのゲームそんなことないんです、うん、なんとプレイできるキャラクターはゲームを進めていくことで解放されて増えていくそうなんです。そうです、そうです。逆にガチャでゲットできるのはサポートキャラをゲットすること、だからスキルとかそういうものをガチャでゲットして、基本的にプレイするキャラクターはストーリーを進めていけば解放される。そうなの。じゃ誰でも使える、好きなキャラを。まあ、でも多分基本的に、基本的なキャラクターは使えるというふうに思ってますね。ね、なので好きなキャラクターを好きなようにカスタマイズして育成して自分だけのキャラクターを作っていくと。わー、いいですね、楽しみ。やりたい、自分のキャラでやりたい。そうですよね。なぜエミリアさんをやってもらったのか、もう嬉しかったです、うん、はい、いいよ、いいよ。ということで、そしてですね、今回そのガチャに関して本日初出しの嬉しいお知らせでございます。何、はい、リリースを記念した各種キャンペーンで合計ガチャ50回分のアイテムをプレゼント。さらに最高レアリティの星3確定ガチャ3回分のチケットもプレゼントさせていただきます。星 3? 星 3? 3回分、3回、3回分、太っ腹ね、太っ腹。そしてガチャ50回分のアイテム、すごい、53回はできるんだ。そういうことです。わー、ゼロだね、ゼロだね、大盤振る舞いだね。いや、この辺のキャンペーン情報を見るといよいよ始まるんだな。本当ね、早くやりてえ、本当に。何年待ったと思ってんだこっちは。本当だよね、本当ですよ。やっぱお得なキャンペーン中にやりたいね。そうですね、それはね、最初に始めるのが絶対お得、うん、ということなので、リリース日もついに決定しておりますので、本当に皆さん楽しみにしていてください。以上、最新ゲーム情報でした。楽しいのはここまでです。え？続いてのコーナーはこちら、報酬チャレンジ。今からゲストのお二人で協力してゲーム内チャレンジを行ってもらいます。僕ね、デスゲーム、デスゲーム、デスゲーム始まる。そっちなのね、静かに聞く。そうでございます。ゲストのお二人で協力してゲーム内チャレンジを行ってもらいたいと思います、はい、今回成功するとサービス開始時にこの番組にちなんだスペシャルアイテムがプレゼントされるとのことです。欲しい、何くれんの、はい、聞きたいですか。聞きたいでしょ、はい、じゃあ先に教えちゃいましょう。、はい、気になる報酬はこちらです。今回のゲストお二人が演じるベアトリスとアナスタシアの特製バッジをリリース時に全ユーザーにプレゼントいたします。欲しい。このバッジはプロフィール画面で自身のアイコンとして使用することができます。さっき画面に出てたやつじゃない。あ、そうです、そうです、あれ上のとこに。え、じゃあ、え、勝たないともらえないってこと。そうです。いや、嘘でしょ。え、いや、そういう報酬チャレンジですから。だからここでお二人がクリアしなかったらスタッフさんがただ遊んでただけになる。なんか、私とベアトリスのアイコン可愛いで終わっちゃうので、せっかくだから使ってほしいよ、みんなで使ってほしいよ、使ってほしい。だからそのためにお二人にはもうちょっとさっきね、頑張って練習してもらったんで腕を振るってほしいなと思います。はい、ということで、それでは改めましてチャレンジ内容を、確認していきたいと思います。お二人にやってもらうのはこちらです。報酬チャレンジ、ボスウルガルム討伐ということで、今回は、みっこさんにはスバルを操作してもらって、上田さんにはユリウスを操作して、はい、このボスを討伐してほしい。ユリウス強そう、うちの騎士。
スバルだって強いよ。そうだね。そして今回はですね、お二人の他にも開発スタッフが3名加わって、わー、よかった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 、してくれるんだ、よかったよかったよかった。なので合計5人でボスウルガルムを討伐してクリアできたら、先ほどの報酬がゲットできると。惜しい、いいよいいよ。勝ちましょうね。誰がやってくれるか、どうぞ開発の皆さんもよろしくお願いします。お願いします。ちなみにスタッフ陣はエミリア、レム、ガーフィールを操作して戦いたいと思います。はい、ということで絶対失敗できないですよ。確かに、うん、ちょっとプレッシャーやめて。いやもう本当やらないって気が楽ですね。さっきまでやりたいって言ってたのに。もういいよ、ゆうちゃんやってもいいんだよ。いやちょっとコードが足りないんですよね、残念ながら。ということで、まあ、とはいえ、まあ、このボス戦はお二人とも初見プレイになってしまうので、まあ、開発スタッフからちょこっと攻略のコツを教えてほしい。お願いします、はい、ということでまずはですね、ウルガルム、ボスのウルガルムは複数ちょっと引き連れて、登場するそうなので、はい、先に小物のウルガルムから倒していくのが多分すごく効率がいいと、はい、なってます。そしてその際ですね、敵の名前をタップすることで攻撃対象を変更することができます。なるほど、はい、こちらもタイムにちょっと使っていただいて、そしてミコさんが使えるベアトリスは敵の動きを止めることができるらしいので、味方がピンチの時にはそれを使って回復を待ったり、そういう風に臨機応変に使ってもらえる。わかりました。そして上田さんのアナスタシアは、はい、敵の防御力を下げることができます。おー、はい、まあ、普通のウルガルムに使ってもいいですし、ボスのウルガルムに使うっていうのもすごく効果的ですので。確かに、はい、なので、まあ、この絵をスキルを一体どのタイミングで使うかっていうのも各々の判断に任せます。どうなんだろうね、タイミングむず、ね、こればっかりはもうその場のリアルプレイですからね、うん、掛け合いで頑張ってやってもらえる。あれでもね、ダウンタイムみたいになったもんね。あ、あります。あ、はい、それでは、まあ、とにもかくにもやっていただいてよろしいでしょうか。はい、はい、それでは参りましょう。報酬チャレンジ、ボスウルガルム討伐スタート。ね、かなちゃんはさ、エミリアのまんまだか。あ、そうだ、ね、変えよう変えよう。どうやって変えるの。ユーリウスに変えるよ。はい、なにそれ。じゃーん、変更簡単ですね。うわ、かっこいい。え、私もユーリウスがいいです。腹立つ。お前何見てんだよ。あ、カレーうどんには気をつけろよお前。跳ねるからかな。進んでいただいて大丈夫ですかね。意外と近いところいたね。頑張ってミコさん。スバル走って、スバル見えないよ。あ、ボスが見えた。逃げて。え、スバル、スバル、スバルが、エンカウントしちゃってる。スバルが絡まれてる。ウルガルムに囲まれてるの、スバルが。やめて、トラウマだから。どうしよう、助けた方がいい、ラブが打たれたくない、もう。あ、逃げた。あー、ぶっくって。ボス戦の前に HP なくなっちゃう。オープンね、オープンね。多分あれだと思う。はい、そうですね。あ、ユリス。あ、からさまっすね。あ、お仲間が待ってる。友達もいる。お待たせしまして。ね、ほんとすいません。こんなに時間がかかるとは。すいません。あ、みんな手振ってない？あ、ほんとだ。あ、私も振る。あ、そういうのもできるんです。どうやってやるの？膝。どうやって、あ、手を。この右のやつ、怒るもできる。手を振る。あ、手を振れました。待たせた挙句怒る。すみませんでした。あ、スバルって感じ。すごい。スバルって感じ。楽しい。ボスに行きましょう。よし、じゃあ行くぞ。その前についてこい。押してみ。おい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 。あ、だってスバル。これでしょ？大きいもんね。そうですね。え、これどうやったら、これに触れるとボスが始まるんですか？あ、来た。あ、全部で5体います。え、どうしよう、待って、単体、あ、ちょっと待って、すごい、こうやってやるのか。単体に、ひとまず今日、あ、弱かボスに弱らせるデバフ、よし、どっちにしましょう。こっち、よし、よし、あ、強い。ウルガルムの攻撃があって、ね、私だ。最強の盾です。上がってこいよ、三下ども。え、今一気に何が起こりました。わかんない、挑発みたいなしたのかな。あー、じゃあスバルターゲッティングされちゃいました。高くつくで、あ、これは多分デバフ、デバフっすね。おお、うわ、あー、これ順番にやってるってこと？あ、そうです。キャラが、これが、はい、順番です。任せて
これ全部回復してくれた。回復ありがとう。優しいな。ちょっと待って、これどのウルガルムから行ったらいいんだ。ちっちゃい子から行けって言ってた。ちっちゃい子から。これがいい。よっしゃ、行くぜ。すいません、それじゃない。ちっちゃい子を倒したい。これ、これ、これ敵の名前をタッチすると、うん、なんかね、矢印が出るんだよね。あ、出た出た出た。そうそう、自己強化してみるよ。はい、攻撃や。うわ、あれ、これ単性なのでちょっと待ちます待ちます。我がつぼみたち出た。やっぱいいね。あ、お一撃じゃない。そうですね、さすが私の騎士。あ、ちょっと待って、これみんな大好きなビル様が次行けるかも。はい、見ましょう見ましょう。ビルちゃん、いいないいな、見したってビルちゃん。あ、来た、お来た、ふぅ、かっこいい。アメリカでも大人気。どうしよう次。あれでもウルガルムはもう、もう全部やったね。あ、そうです。 ありがとう。お、今回復もらった。うん、もらったもらった。ありがとう。お、じゃあもうタコ殴りです。よいしょ。私なんかマナ使いすぎて何も使えなくなった。あ、ほんとだ。あ、タイプ攻撃して貯めましょうマナを。そっか、そういう感じね。はい、これじゃあいつどこで打つかタイミングめっちゃ大事じゃん。そうですね。お、あ、スタン状態。よし、やりました。スタン、なんか、はい、レア子がなんか今やったんだけど、どうしよう。私アナスタシアの全体強化打ちたいからここでは打たない方がいいんだろうな、うんうん、この青いのが2個溜まるまで待った方がいい。おおおお、母様。おおおお、あ、すごい。敵弾も使える。そんなじゃん。いいな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 。マナください、マナ。はいです。たたた、よし、みんなを強化するぞ。お、やったね、スバル。よいよいよ、はい、せガフ頑張って。おー、すげー。お、半分まで行きましたよ。これは大丈夫じゃないですか。ちょっと待って、できるかな。今ウルガルムが必殺って言ってたんだけど。マジですか。やめてやめて。イエーイ。お、金に物言う。命中率アップ。持ってる金は使おう。アナライズパワー。よし。よし、土のガーフが行くよ。どうしよっかな。おお、もう一旦だ。ゼロでいけるからこれ行くな、とりあえず。ゼロでも出せるキャラあるんだね。あ、痛そう。なかなか飛び散ってますよ。痛い痛い。あれ、誠さん、誠さん危なくない？誠さん、誠さん、誠さん、誰か誠さんに回復あげて。ピコピコしてる。あら、あらあら、回復はレマに任せてくれる。レマ、ずっと回復に徹してくれる。ありがとう。ナイス、これはいただきだね。いやでも協力プレイ大事、うん、大事。これ2人だったら絶対討伐できなかったっすよ。無理だよ、あんないっぱいいたし。よし、マナを貯めるぞ。頑張り時だ。体も見つつ、まあ、ちなみになんですが、こうやって、まあ、道中で出会ったプレイヤーと即興で共闘することができるようになり、なるほど、はい、そっか。で、共闘しても得られる経験値やアイテムっては減らないので、もう見かけたらそう気軽に共闘して大丈夫。そうだね、はい、人数多い方が絶対いいじゃんね。やるだけお得です、うん、よし。なんだ、突然乱入してもいいのね。そうです、多分迷惑にはならないです、そっかそっかそっか。むしろ植えるかも、うん、痛い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 。よし、攻撃するぞ。もう多分ちょっと強い。おー、わー、でも4分の1ぐらい。スマートね。すごい、誠さんがさっきから一心に受けてくれてる。うん、すいません、誠さん。あ、そういうのやってくれてるんだ。そうかもね、うん、盾役の人がいるってことなのかな。さすが、劇中でも盾ですからね。うん、よし、ピルさん行こう。あ、なるほど、これで集めてるのか、ヘイトを。なるほどね。レマがみんなを癒します。あ、よかった、あ、よかった。誠さんもなんとかこらえている。お、
かっこいい。みんな今400あともうちょっとだ。もうこれはユリウスが切るかガーフィールでボコ殴りするか。使っちゃって。あーこれもさてうちのレムタンがいくレムタンがいくんじゃない。レムの一撃で終わる。終わったよしよしやったー。絶対ねー。あーよかった。すごい。ということでボスウルガルム討伐見事成功でーす。強かったね。強かったですね。うん、でも全然危なげなくクリアできましたね。いやー誠さんのおかげだね。そうそうそう俺が受ける。勝手になってくる。誠さんありがとうございました。ありがとうございました。はい、ということで見事クリアできましたので皆様には報酬ゲットできます。ありがとうございます。はい、じゃあ改めて報酬を確認してみましょう。はい、こちらです。はい、ベアトリスとアナスタシアの特製バッジをリリース時にプレゼント。受け取り方法はリリース後にゲーム内で改めてお知らせいたします。受け取りには期限がありますのでリリースされたらすぐにインストールして受け取ってください。お願いします。どうですか、いざボス戦やってみての感想は。いやーなんか楽しかったね。楽しい。やっぱり5人とかさ、人数が多いとこうね、いろいろこうなんだろう回復し合ったりとか、こうサポートし合えるのがすごい楽しいし、ね、知らない人ともできるなんて、なんか楽しみだなって思った。本当すごい可能性が広がるなっていうふうに感じました。あと単性だからゲーム苦手な人もできるかもね。そう思った、そう思った。操作は至って簡単です、自分が来るまでの順番を見て、あ今なんか体力これくらいだから強化かけようとかデバフ入れようとかできるから、結構誰でもできそう。すごいできた。次は僕も参加したいです。はい、ということで本当にお見事でした。以上報酬チャレンジでした。あっという間に終了のお時間が近づいてまいりました。はい、アニメもゲームも情報盛りだくさんでお届けしましたが、改めてちょっと感想を聞いていきたいなと思います。まずみこさんいかがでしたか。とりあえず報酬ゲットできたのが良かったです。良かったです。いや本当にそれに初めてゲームプレイできたし、なんだろう、本当ゲームそんなに得意じゃないのでちょっと心配だったんだけど、すごい楽しかった、やっぱりいつもアニメで見てるキャラクターを自分で操作できるってなんかすごいやっぱ快感ね。ちょっと私もやってみたいなって思いました。よかったです。なんかアニメの放送前にゲームで楽しめるなんてなんか贅沢だなって。そうですね、思いました。ありがとうございます。そうですね、やっぱりこの情報が出てからもういろいろ映像とか画像とかを見てて、どんなゲームになるんだろうってめちゃめちゃ楽しみだったから、今日は初めてプレイできてすごく良かったです。またね、さっきね共闘っていうのかな、みんなで対戦するやつ、あれとか本当に知らない方とプレイできるのも楽しいし、あと自分の好みにキャラを育てられるってめちゃめちゃ面白いなって思いましたね。やっぱアナスタシアは魔法にするかな。ちょっと盾になるアナスタシアも見てみたいけどね。いつも守ってもらってるから、だからそういう楽しみ方ができるのもすごい気になります。はい、ありがとうございます。小橋くんは。僕はですね、もうなんとも早く触りたい、とにかく。いいです、いいです。でも僕意外と地味な作業が好きなので、もう淡々とレベル上げるのもいいし、もう黙々と採集するのも結構好きなので、なんか本当に時間を忘れてプレイしそうだなっていうのが今からめちゃくちゃ怖いです。あーこれずっとできるね。そうですね、気がついたらちょっと収録の時間、あやべえ遅刻するってならないようにだけ。本当にちょっとありそうで怖いんですよね。そう電話するから。えマジですか。それはそれで嬉しい。デアコが携帯使ってるっつって。あったっつって。ああ、でも本当に早くプレイしてみたいなと思いました。ありがとうございます。そして改めてアニメの方も10月よりいよいよテレビアニメサードシーズンがスタートします。まあ本当に一言で構わないので、ちょっと見どころをまた改めていただいてもいいですか、みこさん。見どころ言えないよ。見どころしかないじゃないか。そうなんだよね。どうすんだよ。なんか2期終わってからね、エミリア陣営がすごいいいチームに成長してて、なんかそのメンバーでこうね
行くんだわ。そう俺たちもう仲間なんだわ。そう仲間なんだよ。もう絆がね。そうなんす、すごいんだよ。そうなの。もうなんかそこら辺も見てほしいし、はい、あとねやっぱ応戦メンバーがね、そう、うん、ここ豪華だわ一堂に会す。そうみんなみんな頼もしすぎるからね。ねえそうなのよ。また騎士様たちもかっこいいしね。うん、はい、ありがとうございます。僕も騎士です。素敵素敵。何イチャイチャしてんだ。ごめんなさい、もうそういう関係性なんで僕たち、ですありがとうございます。で上田さんの方も一言。はい、ワンシーズンぶりに温泉メンバーが戻ってきます。まあうちの騎士が一番かっこいいんですけど、まあ、他のとこのね騎士さんたちもすごいかっこいい人揃いなんで、うん、あそうです。あとアナスタシア陣営今回またメンバー増えますんでそちらの方も楽しみにしててください。強力ですよ、うちの陣営は。ありがとうございます、うん。まあ、そして僕の方からはどうだろうな。まあでも本当さっき美子さんがおっしゃってたようにやっぱ仲間チームとして一丸となって挑めるサードシーズンって確かに辛いこともいっぱいあるんですけど、うん、でも本当前向きな気持ちで収録に毎回挑めているので、うんうん、まあ、それだけやっぱなんかやってて楽しい、よかった、演者がやってて楽しいってことは絶対視聴者の皆さんにも楽しさが伝わると信じているので、うんうん、もう多くを語りません。10月になって始まればもう楽しさが分かってもらえると思いますので、はい、あともうちょっとぜひアニメの放送も楽しみにしていてください。よろしくお願いいたします。あーズバルかっこいい、ありがとうございます。そしてリリースが決まったリズビーチの方は事前登録を受け付け中です。事前登録を記念したキャンペーンも開催中ですのでまだ登録されていない方はぜひよろしくお願いいたします。ということでここでお別れです。またお会いしましょう。さようなら。